それではただいまから安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。先ほど第2回日本経済再生本部、それについて閣議を行い、緊急経済対策を決定をいたしました。私から対策の位置づけと、そして内容のポイントについて簡単に説明をさせていただきたいと思います。安倍政権は政策の一丁目一番地を経済の再生と位置づけています。額に汗して頑張って働ければ必ず報われる真っ当な社会を取り戻していくためにも、長引くデフレと円高からの脱却が決定的に重要であります。残念ながら民主党政権においては経済対策は分配ばかりを重視をして、国全体としてどう稼いで経済全体のパイをどう大きくしていくか、広げていくかということについては十分ではありませんでした。発想が十分ではなかったと言っていいと思います。安倍政権ではまず政策の基本哲学を変えていきます。縮小均衡の再配分から成長による富の創出へと大胆に転換を図っていきます。萎縮し続ける経済に決別をして、イノベーションや新しい事業が次々と生み出されていくような、そしてそれによって雇用と所得が拡大をしていくという強い経済を目指してまいります。強い経済を取り戻していくためには、大胆な金融政策、そして機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略という3本の矢を同時展開していくべきだと考えています。デフレ円高からの脱却のためには、政府日本銀行の連携による大胆な金融政策が不可欠であります。合わせて日本銀行が集中したお金を使うことが必要です。このためまずは政府自らが率先して需要を作り、景気の底割れを防がなければなりません。他方、いつまでも国の財政で需要を作り続けることはできません。持続的に成長するためには、企業がお金を借りて積極的に投資をして売上を伸ばす、これによって雇用や賃金を増やすという好循環を生み出していかなければなりません。そのためには日本経済は成長していくとの将来への確かな期待を持てるような成長戦略が極めて重要であります。同時にプライマリーバランスの黒字化も目指してまいります。今回取りまとめた対策は、従来とは次元の違うレベルで一体かつ強力に実行する政策パッケージの第1弾であります。内容面ではこの3つの重点分野によって構成されているわけでありますが、まずは復興防災対策、そして成長による富の創出、3番目は暮らしの安全と地域活性化であります。この3分野に重点化をしているということが特徴であります。例えば、命と暮らしを守るインフラの再構築を図り、国道整備だけでも約50万件を緊急点検いたします。国民の日々の暮らしを大切にする姿勢もお示しするわけでありまして、具体例を挙げれば、若者には正規雇用に熱心な企業を
応援する仕組みを作ります。働く女性のために、子どもの一時預かり、保育士の就職支援といった措置を講じ、地域での子育て支援を充実してまいります。子どもやお年寄りのために、通学路の安全確保やバリアフリー化にも取り組んでいきます。前向きな町工場には、民主党政権の事業仕分けで廃止されたものづくり補助金を復活をさせて、作品開発などを支援をいたしてまいります。それによって、1万社を対象にしてまいります。さらに、税制措置として、額に汗して働く人々には、企業の給与支払いを拡大するための措置を取ります。お年寄りには、おじいさん、おばあさんがお孫さんに教育資金を贈与する際の非課税措置を盛り込んでいきたいと考えています。このように、国民生活のさまざまな場面にきめ細やかな対応をする多彩な施策を盛り込んでいます。規模の面では、補正予算による財政支出は13兆円、事業規模は20兆円を超える、リーマンショック時の臨時異例な対応を除けば、史上最大規模となります。この対策によって、実質 GDP をおおむね 2% 押し上げ、約60万人分の雇用を創出してまいります。経済再生への強い意志と明確なコミットメントを示す本格的な経済対策に仕上がっていると思います。昔の自民党のように、無駄な公共事業のばらまきを行っているんではないかという批判も耳にしますが、それは違います。安易なばらまきではないということは明確にしておきたいと思います。我々はまさに古い自民党から脱皮をしたわけであります。国民生活を守る事業、成長や地域活性化を促す事業に対象を重点化し、無駄にならないよう、中身もガラス張りにして、費用と効果の比較も見えるようにしてまいります。また、ニーズが高く、早期執行が可能な公共事業や、早期の市場拡大につながる施策を重視してまいります。経済効果が早期に出るような工夫も随所に凝らしています。今後、政府を挙げて、政策の早期実行と分かりやすい説明に努めるとともに、国民生活の向上につながっているか、しっかりとフォローアップをしていきたいと考えています。私は年頭の記者会見において、経済再生に向けてロケットスタートを切りたい、こう申し上げました。新年早々から日本経済再生本部を立ち上げ、経済財政諮問会議も再起動いたしました。今般の対策も、そうしたスピード感ある政策実行の一環であります。閣僚、与党議員、各省庁の職員をはじめ、年末年始返上で尽力をした関係者の皆様に改めて感謝したいと思います。今般の対策とともに、来年度予算編成や税制改正作業を早急に進め、日本経済の再生と中長期的に持続可能な財政の双方を実現する道筋をつけていきたいと考えています。私からは以上であります。それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。それでは林さんどうぞ。朝日新聞の林です。総理よろしくお願いいたします。はい。今、総理も経済効果を早期に出す工夫をというふうにおっしゃいましたが、具体的にどのように直ちに家計にプラスに反映されていくとお考えかどうか、また一方で経済財政諮問会議の民間議員からも指摘がありましたように、新たな借金による財政の悪化とかですね、長期金利の上昇といった懸念についてはどのようにお考えか、こういった中長期の財政規律についてのお考えと、それをどのようにして総理として実行、担保されていくお考えか、具体的によろしくお願いします。はい。今、ご質問をいただいた点が極めて重要な点だと、ポイントだと私も考えています。企業の収益を向上させて、そして雇用や賃金の拡大につなげていきたいと考えています。
この場をお借りいたしまして、企業の経営者の方々にもご協力をいただきたいと思っています。また、そうした流れを作っていくために、税制面でも支援をしていきたいと思います。国民生活の向上につながっているか、しっかりと私たちはフォローアップしてまいります。財政規律は極めて重要であると、私も認識をしております。プライマリーバランスの黒字化を目指してまいります。ただし、強い経済の再生なくして、財政再建も日本の将来もないわけであります。今回の経済対策は、経済の先行き懸念に対して、強力なてこ入れを行うために、財政支出 13.1 兆円という思い切った規模といたしました。その内容も即効性や需要創造効果の高い施策を優先して取りまとめております。実質 GDP を押し上げる効果は 2%、そして雇用創出効果は60万人程度が見込まれるわけでありまして、今後、来年度予算編成について、財政健全化目標を踏まえつつ、経済の再生を目指していくとともに、日本経済再生と中長期的に持続可能な財政措置の双方を実現をしていく道筋を検討していく考えであります。それでは次の方、それでは足立さんどうぞ。はい、テレビ朝日の足立と申します。総理は今日の午後ですね、この経済対策を説明することも兼ねて関西の方に行かれます。でその際にですね、大阪の方で、日本維新の会の橋本徹大阪市長と面会されます。総理はその維新の会とも距離が近いとされていまして、持論の憲法改正では強力に期待感を示されています。通常国会の召集を控えたこの時期に橋本さんと会談する意図とですね、あとどのようなテーマについて意見交換をされたいのかお聞かせください。あと、夏の参議院選挙に向けてですね、維新の会は与党に対抗するために民主党や第三極との共闘を模索する動きもありますけれども、そうした動きをどのように受け止めて対応される、お考えでしょうか。まず最初にですね、東京とともに日本の経済を引っ張っていく、大阪、関西地域は極めて重要だと考えております。その中において、関西を訪問いたしまして、当然ですね、県知事さん、そして市長とですね、お目にかかって、実情や、そして彼らの、要望を、お伺いするというのは当然なんだろうと、こう考えています。同時に、維新の会のリーダーで、リーダーの一人で、ある橋本さんや、町知事と守にかかってですね、この、国会において補正予算を早期に通過させていくことが、景気経済地域の発展にとって極めて重要だということはお話をしていきたい、協力についてもお願いをしていきたいと思います。また、夏の参議院選挙に向けてですね、各党がそれぞれ、いかに勢力を拡大をしていくかという中で、戦略を練っていくというのは当然なんだろうとこう思います。我々は一貫して申し上げておりますが、自民党、公明党で安定した政権を取っていく、そして衆議院、参議院で過半数を目指して、そして安定的な経済政策を進め、日本の強さを、強い日本を取り戻していきたいと、この基本的な考え方には全く変わりがないということも申し上げておきたいと思います。それでは時間も迫っておりますが、もう一問だけいただきます。それではフォスターさんどうぞ。AP 通信のポスターです。外交問題についてお尋ねします。総理は就任後初の外遊で東南アジアを訪問されますが、狙いは何でしょうか。その地域における中国の進出について日本と各国の間では連携はありますか。日中間では尖閣問題をめぐる関係悪化で日本企業は中国での相当な被害を被り、日本経済も影響を受けました。尖閣の領有権で強い態度を示し、同時に日本企業や経済を守るにはどのようにバランスを取ればよいでしょうか。まず最初の訪問地域として ASEAN を選びました。2015年には ASEAN は共同体
となっていくということを目指しています。つまり経済圏としてもですね、大きな経済圏が誕生していくわけであって、人口も伸びていく、この伸びていく ASEAN とですね、連携を深めていく、経済においてもそうでありますが、エネルギーや安全保障の分野においても協力を深めていきたいと考えています。この ASEAN の私が訪問する地域、このベトナム、インドネシア、タイ、日本のまさにパートナーと言ってもいいと思いますが、連携を強めていくことによって、日本の外交力を強化をしていく、そして同時にですね、経済発展、成長を図っていく、さらには、さらなる交流を進めていくことによってですね、地域の安定に資することになっていくんだろうと考えております。ですから、私にとってこの ASEAN 訪問は極めて重要な訪問になるわけであります。その際に、私の外交についての、またアジア外交についての考え方についても述べさせていただきたいと、こう思っています。そして韓国においては、パク・クネ氏が次の大統領の予定者に決定をしました。韓国にも新しい指導者が誕生したわけでありますが、日本でも政権が交代した、一日も早くパク・クネ新大統領と信頼関係を構築をしていく中において、お互いに自由と民主主義、基本的人権、法の支配、価値を共有する国同士であります。共有する国同士としての関係を強化していきたいと思っています。その上で中国でありますが、尖閣について、この海と領土、これは断固として守っていくという姿勢はいささかも変わりがありません。この問題について交渉するということは余地はないということはもうすでに申し上げてきているとおりであります。問題はですね、政治的目的を達成するために、中国に存在して、中国の経済社会にも貢献をしている日系企業に被害を与えたり、法人に被害を与える、これは責任ある国としてはですね、国際社会で責任ある国家としては間違っているということははっきりと申し上げたいと思います。それは両国の関係を毀損するのみならず、中国の経済、社会にも大きな悪影響を与えるわけでありますから、そのことをお互いに理解しつつ、そういう関係を尊重するというのが相互、戦略的互恵関係でありますから、この戦略的互恵関係に立ち戻って、日中関係を私は改善していきたいと、このように考えています。はい、それでは以上をもちまして、総理会見を終わります。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。